青キ・マウント、クック国立公園はニュージーランドの南東にある国立公園の一つである。この地域は1953年10月に保護地域として登録されていたエリアを合わせ国立公園として正式に制定され、1990年には近隣の国立公園だと共に手はヒポーナムの名称でユネスコの世界遺産に登録された。最寄りの町は 6 5トル離れたトワイゼルである。トワイゼルにおいて国道8号から分岐した国道80号の終着地点が青キマウントクック村である。マウントクックビレッジでは従業員やガイドが暮らすことを許可されている。青キマウントクック国立公園は約700平方キロメートルの広さを持ち、総面積の40%が氷河に覆われている。 ニュージーランドにある20の3000メートルを超える山のうち、アスパイアリング山を除く19の山がこの公園に位置する。標高3754メートルのクック山がニュージーランド最高峰で、英語名は19世紀のジェームズ・クックから由来し、青キはマオリ族の伝説に残る少年の名前に由来する。他にタスマン山、セフトン山、エリード・ボーモンさんなどがある。 中でもクック山の東側に位置するタスマン氷河は温帯地方で最大の氷河として有名。青キ、マウント、クック国立公園のほとんどが森林限界よりも標高が高いため森林が存在しない。とはいえ300種以上の植物が公園に自生している。マウンテンバターカップやデイジーが自生する一方で移入種として 1950年に導入され夏に駆除が行われている繁殖力旺盛なルピナスが見られる。公園内には約40種類の鳥類が生息している。公園内の鳥類で最も知られているものはケアである。ケア以外の鳥類ではニュージーランドファルコン、クロセイタカシギも生息する。公園内には昆虫類や爬虫類も数多く見られる。 のみの仲間であるマウントクックのみは、接戦で見ることができる。また、宝石や森も生息する。青キ、マウントクック、ナショナルパークロングタームコミュニティープラン、ニュージーランド環境保全省、2013年9月8日閲覧。ABCDEFGHIJK、フィーチャーズ、ニュージーランド環境保全省、2013年9月8日閲覧。ありがとうございます。